皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今撮影をしているのが2024年の11月6日の夜なんですけども、今日の午後に出た情報を速報でお伝えしたいと思います。 JR 東日本から発表がありました。首都圏主要線区でワンマン運転を実施しますという情報が出ています。重要な部分だけちょっと読んでみたいと思います。ここですね、首都圏主要線区でのワンマン運転実施計画とあります。そのまま読んでみたいと思います。2025年春から常磐線各駅停車、綾瀬駅、砦駅間10両編成、南武線川崎駅、立川駅間6両編成でワンマン運転を実施しますというふうに出ています。これはもうすでに、ね、準備が進められていますので、基本の通りだと思いますけども、常磐観光線と南武線でワンマン運転が始まるという情報が発表されました。でさらに今後の予定としてですけども、2026年春から横浜、根岸線八王子大船駅間8両編成でワンマン運転を実施します。東神奈川駅大船駅間は横浜線車両 E233 系8両編成のみワンマン運転というふうに書いてありますね。その後2030年頃までに山手線京浜東北根岸線中央総武線各駅停車埼京川越線においても準備を進めワンマン運転を実施する予定ですという情報が出ていました。山手線、京浜東北線も以前から情報は出ていましたけども、それ以外の中央総武線、京浜東北根岸線、含めてですけどもね、あと埼京川越線、このあたりも含めて、首都圏の主な通勤路線が一気にワンマン化が2030年までに進行するということになりました。これいずれはですね、山手線は無人運転ドライバーレスを予定しているということですし、さらには東北新幹線や上越新幹線でも、無人運転を予定しているという情報がちらほらと出てはいるんですけども、首都圏の在来線でこのように具体的な期間、予定線区が公表されています。いかがでしょうかね。私はこれは別に嬉しいという情報には全くなくてですね、むしろちょっと心配なことが多いかなと思うんですね。これワンマン運転を予定している路線はすべてホームドアの導入が予定されているということで、転落防止にはなるとは思うんですね。ただですね、人員削減で、この車掌を減らすということなんですけども、あまりにもちょっと過剰になっているのかなと思うんですね。最近大きなメインの駅でも駅員さんホームに立ってる駅少なくなりました。そして駅も無人化だったりとか、簡易委託駅だったりとか、業務委託駅だったりとか、直営駅も減っているんですよね。ですので、全てが合理化されているとは私は決しては思わないと思っております。むしろ私は、私自身が視覚障害者弱視ということで、目が不自由な立場からさまざまな情報発信をしているんですけども、実は今日はですね、緑の窓口にちょっと行って切符を買ってきたんですけども、この緑の窓口に関してもちょっと感じることがあったので、この後お伝えしたいと思います。引き続きご覧ください。はい、というわけで速報でお伝えしたんですけども、ここからが今日の本題になるんですね。実はですね、はい、こちらです。これ私が持っている、身体障害者手帳、ちなみに私は一種一級ということで、障害者関係の、お話も、たくさんしているんですけども、ワンマン化が、拡大されるという、情報が今日出た、まさに今日なんですけども、実は私ですね、ちょっと近々ちょっと旅行に行く予定がありましてですね、緑の窓口で切符を買いに行ってきたんですね。で、ワンマン化で、人員削減ということだったんですけども、緑の窓口についても、ちょっと改めてね、いろいろと思うことがあったのでお話をしてみたいかなと思います。数年前ですね、JR 東日本に関わらず JR グループ全国的に
緑の窓口を縮小するっていう話題があってですね、結構賛否両論あったと思うんですね。でその後に JR 東日本が、まあ、撤回というか臨時というかでこの窓口の一部の閉鎖をなくして、まあ、再開させる、営業を再開させるとかっていうニュースも、去年ぐらいに出ていましたよね。で私しばらく窓口利用していなかったんですね。で今日久しぶりに行ってきて、まあ、いろいろと感じることがあったんですけども、正直不便になりましたね。今まで、まあ、私も何回も緑の窓口は行ったことあるんですけども、大体こうイメージとしてはですね、カウンター越しに、駅員さんがね正面にいらっしゃってですね、乗る列車のこう乗車券とか特急券の、まあ、情報を伝えるということになるわけですよね。で、まあ、ある程度は私も指定席券売機もちろん使って切符購入はできるんですけども、遠くに行く場合、いわゆる障害者割引を使う場合にこの指定席券売機では乗車券買えないんですね。つまり窓口で直接こう障害者手帳の提示をしてですね、1種か2種かをこう確認しないと障害者割引の切符購入ができないということで、やっぱりこう対面でないと買えないんですよね。で今までは特に不自由なかったんですけども、もう窓口の縮小ということで、私の最寄り駅も数年前に窓口が閉鎖になってしまったんですね。ですので少しね遠いところにはなってしまうんですけども、ちょっと大きい駅に行かないのと窓口がないということで、今日はそこの駅で購入をしてきたんですね。でそこの駅は数年前に窓口の移動で綺麗になったということで、中どうなってるのかなって入ったことまだなかったんですね。で今日入ってみたらですね、駅員さん窓口の方いなかったんですね。どうなんだったかっていうと、券売機が1台あって、そこにですね、カメラがついていて、基本的には券売機で指定席券売機で購入ができるんですけども、助けが必要な場合とか分からない時にはそのインターホンかなんかでボタンを押して遠隔操作で、対話をしながら操作をするというやり方に変わっていました。で今日はですね、私は障害者割引って、まあ、過去にも何度もお話ししているんですけども、1人だと乗車券は100キロ超えないと半額にならないんですね。で2人の場合は、本人障害者割引とあと介助者割引ということで、まあ、2人で1人分の料金になるということで、今日は私は2人でね、買う切符ということで、小割買割の切符をね購入するということで、まあ、2人で買いに行ってきたわけなんですけども、カメラ越しにまず障害者手帳を置いて、そこでこう中身を提示して確認してもらって、でその後に購入する切符、今日ちょっと複数の切符があって、私前もってね、まあ、口頭で説明すると大変なので A4 サイズの紙にまとめてこう購入予定の切符の一覧表を作ってですね、それを直接持ってたんですね。ですのでそのカメラの台がちょうど A4 サイズの紙が置けるくらいの台だったので、こうまとめて持ってったのは正解だったかななんて思います。ただやっぱりこう今までね、こう対面で直接購入ができていたのがこう遠隔操作での購入ということで少し大変だったかなと思います。まあ、私はまだ少しね目が見えるというか弱視で、券売機の画面はスマホでね拡大しながら見るんですけども、これがねやっぱ全盲の方だったりとか、あとは他のね障害の方だったりとか購入するときにやっぱり不便さを感じるなって改めてねすごく感じました。ですので今日情報が出ていた、JR 東日本のワンマン区間の拡大という情報もそうなんですけど、まあ、ホームドアがあるから大丈夫でしょうなんていうふうに思われるかもしれませんけども、まあ、確かにホームドアあればよじ登らない限り転落することはまずないですけども、でも本当にこう駅のホームで立ってる駅員さんって少なくなったというかいない駅多いんですよね。で私埼玉県に住んでて、埼玉県で一番多い大きい駅って言ってやっぱり大宮駅なんですけど、大宮駅在来線のホーム駅員さんいなくなりました。で近年はこう人員削減とか合理化とかでですね、統括センターというのが JR では作られていますよね。で駅員さんがこう運転手さんも兼務するなんていう人もいるらしくて、まあ、確かに何でもできるのは便利かもしれないんですけども、でもそうやってサービス面で手薄になるんじゃないかなと。で今日見てこう窓口業務っていうのも、以前はこの駅の駅員さんがこう交代でこう緑の窓口の業務をするなんていうのもあったと思うんですけども、今日私がいたところなんか遠隔操作ということで、多分そこの駅の駅員さんではなくて他のところ、それこそどっか の統括センターかなんかからこう遠隔操作でねやっているということで、
どうなんでしょうね、安全性とかこうやっぱり何かが便利になると何かが不便になるってよく言われてると思うんですけども、私個人的には今のやり方の窓口はちょっと使いにくいかなと、まあ、慣れるしかないんですけども、以前のような対面式の方が私は安心したなっていうのが本音ではありました。皆さんはいかがでしょうかね。まあ、障害者の方でしたらこう窓口問題ってやっぱり直面すると思うんですけども、何かねいい解決策があればいいなと思うところですけど、なかなか難しいですね。はい、というわけで、今回は、まあ、JR 東日本に物申すなんてちょっと大げさなタイトルにはしてみたんですけども、今日情報が出ましたワンマン区間拡大の件と、今日ちょうど私緑の窓口に行ってきたので近年の変化について私個人的に思うこと、ちょっとお話しさせていただきました。というわけで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。ご意見ご感想お待ちしております。最後までご覧いただきありがとうございました。各種 X アカウントのご案内です。日々のつぶやきをしているメインアカウント以外に鉄道関連アカウント、動画 PR アカウント、さらに猫ちゃん関連の動画を取り扱っている私の姉のアカウントもあります。フォローよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。